キングプリンスへの JR 時代、平野紫耀、様、神宮寺勇太た、岸ゆの脱退を追う。キングプリンス以下、キンプリのジャニーズ JR 時代を振り返りつつ、平野紫耀、様、神宮寺勇太た、岸ゆの間もなく迎える脱退について、アイドル誌、エイジャネレーション以下、ジェイジェネのキンプリ特集を元にご紹介します。 三人がこれからどのような芸能活動を展開するのか、そして彼らの歴史に迫ります。デビューまでの奇跡特集は、キングプリンスオル2から一つの輝きから、とめ打ち、ジャニーズ JR 時代からデビューまでの15年6月から18年3月までの3年間を詳細に綴っています。デビュー前の写真には、 金プリのメンバーが6人揃って舞台に立つ様子が切り取られており、そのオーラには若干の感慨を覚えざるを得ません。初期の写真ではメンバーたちの幼さが滲み出ており、最年少の高橋山を含む彼らの無邪気な表情が印象的です。平野紫耀の黒髪で太い眉毛、騎士ユータの天使のような儚げな表情など、金プリのアイドルらしさが垣間見えます。 メンバーの個性と魅力特に注目すべきは、各メンバーの個性と魅力が写真からにじみ出ていることです。岸シユタは全身白い衣装で天使のような雰囲気を醸し出し、その美しい手つきや繊細なダンスで注目を浴びています。また、岸く君のバラエティ番組での天然キャラクターも挙げられ、ジャニーズファン以外の視聴者にも愛されていました。 一方で、平野潮は足の力強さやスタイルの良さが写真に映し出されており、アイドルとしてのカッコ良さが存分に表現されています。デビュー前のイベントやサポーター活動に参加していたことも特集で触れられており、その多彩さが垣間見えます。人牛自由多については、静止画でもそのキラキラアイドル感が伝わってきます。 彼が客席に向かって手を振っている写真は彼のファンにとってはたまらない一瞬でしょう。また、特集では人流児の動機であるスノーマンのメグロハスの興味深いエピソードも紹介されており、当時の JR 界隈の事情に迫っています。グループの変遷とメディア露出の格差特集はメンバーがミスター・キングとプリンス。 に分かれて仕事をするようになった時期に焦点を当て、6人の環境の変化に触れています。ミスター・キングはメディア露出が増え、JR 内でも中心的な存在になっていた一方で、プリンツは隠した扱いになり、ファンの不満が SNS へで紛失していた時期があったことが明かされています。この時期の写真は、グループ内での格差やメンバーたちの表情から、 当時の状況がよりリアルに伝わってきます。特に、ファンの期待と現実のギャップが感じられる写真やエピソードが多く、キンプリの歴史に迫る重要な部分です。キングプリンスへの単独コンサート、マイプリンシス・ユア・プリンスの舞台裏特集は、岸優ユータ、紫耀、神宮寺勇太ユータの3人が参加した単独コンサート、マイプリンシス・ユア・プリンスの舞台裏にも迫ります。 コンサートでは、ティアラ、キンプリファンの名称の必須アイテムとなったメゾンデフラーへのバックに注目が集まり、それがキンプリファンの中で一種のシンボルとなったエピソードが紹介されています。特に、チケットが購買率となり、平野くんが名古屋で購入したというティアラの目撃情報から、コアなファンの動向まで詳細に描かれています。 プリンスへのイベントがジナーショーのような雰囲気で行われ、ファンにとっては前代未聞の経験となったことが伝えられています。個々のメンバーの魅力と今後の展望特集では各メンバーの写真を通じて彼らの個性や変遷が浮き彫りになっています。 平野紫耀の黒髪のシンプルな髪型や、岸優太が身につける不思議なファッションなど、個々の特徴が写真から伝わってきます。特に、レンレン、岩橋がシャツを脱いで上半身を披露する写真や、マジシャンのマギーシンツカサのような雰囲気を醸し出す写真など、キンプリメンバーの多様性が伺えます。最後に特集は、平野紫耀、神宮寺優太 キシユータがグループを離れた後の展望について触れています。3人がそれぞれどのような芸能活動を展開するのかはっきりしていない中、事後のジェイジェネがデビュー後の活躍とメンバーそれぞれの思いに焦点を当てるとのお知らせがあり、ますます興味が膨らみます。キングプリンスオル2から1つの輝きからという特集は、 キンプリのジャニーズ JR 時代からデビューまでの軌跡を丹念にたどり、メンバーたちの魅力やグループの変遷、単独コンサートの裏話などを充実した内容で紹介しています。3人のメンバーがグループを離れる中、彼らのこれからの展望に期待が寄せられています。来る7月号の特集も楽しみに待ちたいところです。